ジャズの街神戸で活躍するニューヨーク帰りの新進トランペッターがいる。三木広瀬ジャズクインテットを率いる広瀬三木だ。僕は音楽真剣に追求してやって音楽を作ろうとしてて、んでこれを頑張ってこう世の中に広めようとすることとか、僕が知ってる、僕がやってない音楽で僕が知ってるすごい音楽を世の中に広めようとすることっていうのは、僕ジャズと出会ってすごくいろんなものを得たんですよ。それの恩返しだと思います。広瀬さんは神戸生まれの神戸育ち。トランペットを始めたのは中学の時だったという。まあ、派手な楽器やなと思ってましたけど、別に特別トランペットをやりたいというわけでもなく、たまたま最初入った部屋がトランペットの練習室やって、そこの先輩にお前トランペットなって言われてからずっとトランペット吹いてますね、はい。部活動でたまたま出会ったトランペットだが、その美しい音色にたちまち広瀬少年は魅了される。そしてさまざまなコンクールに出場し、数々の賞を受賞。ついにはプロを志すようになり、19歳の時に渡米した。しかし待っていたのは厳しい現実だった。やっぱり世界の壁は高いし、あとはなんかそういう素晴らしい、なんか世間で天才って呼ばれてる人とか、本当に自分が CD で聴いてて、なんか自分とは違う世界にいると思ってた人間の人たち、素晴らしいプレイヤーの人たちが、あ、自分とは変わらへん人間なんだな、そのやっぱすごい人でもやっぱ真面目に練習してて、なんかやっぱジャズと音楽ってもうゴールがないので、一生やっぱこうやって学び続けていかなきゃいけないなということを改めて認識させてくれましたね、アメリカに行った期間で。ジャズを届けるラジオ番組、広瀬さんはこの番組のパーソナリティも務めている。楽しいからやってるというのが一番大前提ですね、何やってても。いろんなゲストが来て思うのが、一人一人みんなやっぱジャズに対してなんかそれぞれの好きな気持ちがあって、それぞれのヒストリー歴史があって、やっぱりこう何かを好きっていう気持ちってなんか損得感情もないんですよね、そこには。なんか本当にピュアな気持ちなので、そういう皆さんの思いを聞いてるとすごく感動することが、ま、というか毎回あります、はい。ジャズを愛する人たちとの出会い、それは広瀬さんの音楽活動への刺激となっている。ジャズという音楽がちょっと一人でも多くの人の耳にちょっと入ればいいなっていうのを、そういうジャズの啓蒙活動っていうか、そういうのは結構ジャズミュージシャンのもう、責任やと僕は思ってるので、たまたま神戸に生まれたかもしれないけど、たまたまジャズを志したことではないと思います。やっぱこの神戸の地やからジャズが盛んやったから、神戸の今までの先人の方々がすごくこうジャズに対してすごくこう貢献をしてこられたので、その中で僕は生まれたので。ジャズの街神戸と言われる環境、それが今の自分を作ったと広瀬さんは言う。その神戸の街、広瀬さんはどんな街になってほしいと思っているのだろう。抽象的な言い方しかできないんですけど、これが全てだと思います。やっぱいい音楽があふれる街になってほしいと思ってます、はい。